先生さようなら、スノーマン渡辺翔太北仮のキスに視聴者悶絶、表情がたまらない、キス前の一言にも注目集まる。モデルプレス2024-0305、スノーマンの渡辺翔太が主演を務める日本テレビシンドラ、先生さようなら毎週月曜24時59分、30分かける全10話の7話が、4日に放送された。渡辺と北仮のキスシーンに注目が集まっている。 ネタバレあり、渡辺翔太主演、先生さようなら、生徒だった僕は、先生に恋をした。先生になった僕は、生徒に恋された。現在と過去。本作は、2つのラブストーリーが織りなす、繰り返される、さようならの物語。渡辺は、17歳の高校生と27歳の高校教師だ、大拓郎を演じる。先生さようなら、田村、渡辺翔太、由美子。 キタカナーがキス大学時代、田村はかつて思いを寄せていた先生内藤由美子、北と再会するが、由美子の右手の薬指に指輪を見つけてしまう。新しい恋人と新しい人生を過ごしているのだと、自分を納得させるが、ライバルがいようとも由美子を諦めきれなかった。